高市実大学校は、ソウル特別指導者区上堂々511に、本部を置く、大韓民国の私立大学である。1905年に設置された、大学の略称は、高市大、州。理長末期の1897年、キリスト教長老派の米国人宣教師、W.M. ベアードが平壌に設立した、高市実学堂に始まる。 1900年に4年生中学校となり、1906年、韓国福音主義選挙連合講義会を母体として、朝鮮半島で唯一の4年生大学連合高志実大学が発足。1910年の日韓併合後、私立学校例により高志実専門学校と改称する。平壌を拠点としたミッションスクールは高志実中学校。 高市議女学校を合わせて三高市と呼ばれた。3.1独立運動を受けて、朝鮮総督府が文化統治に移行した1920年代には、ミッションスクールに対する教育動画政策が進められた。特に高市美では、朝鮮人に対する反日的教育が問題視され、1925年には神社参拝の踏み絵が強要されたが、 多くのミッションスクールはこれを拒否した。1936年には、米本国の海外選挙部が、総督府の宗教政策に反対して、ミッションスクールの閉校を決定。1938年3月、高市実最後の卒業生を送り出して、閉校となった。1945年の植民地支配解放後、高市実大学の再建が計画されたが、 朝鮮戦争の混乱で挫折。ようやく1953年にソウル英楽協会において高市実大学再建規制会高市実大学財団が組職され、1954年閉校から16年ぶりに高市実大学が再建された。当初は英楽協会内部に臨時教室を置いたが、1957年、 現在地のソウル市内同尺区上堂々に土地を取得し本格的な再開が軌道に乗った。1971年、共にミッションスクールであった高志実大学と大田大学を統合し笠田大学校と解消。同年12月に大学校に昇格。1983年、再び2校は分離し、1987年の開校90周年に際して、 高市実大学校の名称に落ち着いた。2011年4月現在、同校は、学部課程に旧単科大学、29学科、10学部、一般大学院に40学科、特殊大学院に6大学院41学科を開設している。そして、全体教員数は、1000人教員454人を含めて1053人に、及び、 在籍学生数は学部に2258人、一般大学院に1 7 5 9人、特殊大学院2248人である。2007年には開校110周年を迎えた。神社参拝をめぐって、三育学院などの平壌は足並みを揃えて、参拝拒否を表明したが、慶城では逆に神社参拝を受け入れ、総督府の政策に迎合する。 宣教師が相次いだ。この際が大学の命運を分けたと言える。旧高市実専門学校の設備は1939年設立の大道工業専門学校に引き継がれた。校専は1946年10月に近日成大学に統合された。参照、ネイトドットコム大道工業専門学校の校。9、大田大学の方は、 南大学校となった1954年5月10日、上東道キャンパスに正式開館した。開館当時の蔵書は、アメリカの長老協会と在米共有会からの寄贈都市を4000 4冊であった。1959年12月21日に、石造建物である本館の1階に移転した。1967年10月10日、開校70周年を迎え、 独立建物が竣工され移転した。1983年7月、アメリカアブキアの支援を受けて、現在の地下1階、地上6階、2800坪規模の中央図書館を、竣工開館した。1994年に、図書館自動化システムオアシスを導入し、2004年11月には、宿命女子大学校及び中央大学校と、 図書貸し出し協定を締結した。2010年現在、79万5271冊の蔵書を有している。東洋書籍51万7207冊、西洋書籍18万6804冊、古書1040冊、一書7371冊、学位論文8万2849冊である。閲覧室は自由閲覧室として運営されている。 1> 第1から6閲覧室、大学院閲覧室、博士閲覧室を合わせて1879席である。資料室は、自然科学図書室、社会科学図書室、人文科学図書室、参考図書室、メディアルーム、定期観光物室で構成されている。2010学年度から学部生の素養の増進を目指して、中央図書館が中心になって、 読書後期クラブが開設された。分野別の教授の指導のもとで、学部生がセミナーに参加する。このプログラムによって、本校の中央図書館は教育科学技術部と、韓国教育学術情報院が主催した、2010年、大学図書館評価において、教育、研究支援サービス部門の最優秀図書館に選定された。ありがとうございます。